今日はですね、ずっと制作を続けていたこのね、ミニ天板内蔵しようっていうか、それをね塗装も終わりましたんで、紹介したいと思います。まだねちょっとこれ修正したとこまだ乗ってないんですけども、まあ、全体にねヤスリもかけていい感じになったと思います。こういった感じでね、もうちょっとね暗くても分かったんじゃないかなと思います。でこれねホームセンターで120円ぐらいで売ってるカメラのネジ用のメス板ですよね。キャンプ用で売ってるね天板外し用のやつで1個2000円ぐらいするんですよ。あれすごい高いな。これでね安いんで、よし、じゃあね結合していきますよ。よし、ね、カメラ普通の三脚でいきます。いい感じになりましたね。これね。自分で作ってるんであんまね格好は良くないですけども、これねお店でこう似たようなやつ最近出てますけど、買うと大体2万5000円ぐらいするんですよね。自分で作れば材料費2000円しないです。ニトリのねカッティングボードでいいんで980円ですね。バーはまあ1本230円のボットなんで、これは5回分ぐらい使えますね。これでできるんで、まあ、1200円ぐらいで、これ、ね、できると思います。で使って実際に使ってるのは、まあ、色塗りもありですけどもこちらもになります。こういう感じですね。キャンプ DIY、これからもね、続けていきますので、皆様ね、チャンネル登録、グッドボタン、絶対押して